あ、そう、はい、で、配信開始。はい、あ、来ました。あ、いけた、いけた。これで始まったはず。おぉ、うん。あ、来ました。何時になっちゃったよ。あ、来ました。あ、いけた、いけた。これで始まった。はい。じゃあ、これで音をこっちを。オフにする。オフにする。これで。まあ多少ディレイはあるけれどもこんな感じで、あ、そうか、こういう風に映ってちょっと試しに、はい、どこまで文字が読めるのかって、はいはいはい、ちょっとレイアウトも変えてみたので、あ、いいっすね、はい、いいっすね、これで読めるんだったらこれでいいかなっていうところで、うんうん、はい、で議事録はとりあえず空っぽにしてあるということで、はい、はい、ということで、若干5分遅れですが初めてじゃないけど毎回設定に迷う Facebook ライブがだんだん分かってきたけれども今日の反省点は、はい、Facebook ライブの、状態は待ちだったのに、はい、OBS 側で配信を開始してなかったので、うん、いつまで経っても始まらないという勉強になりましたので、次回は OBS を先に開始配信開始してそれから Facebook ライブと設定であることを学び、そう、また追いつくね。そうそう、またいつもこう Facebook ライブ機能が変わったりするから、そうそうそう、なのでこれ書いといて、ね、書いておきましょうか、はい、という OBS 先に配信、OBS 先、はい、その後に瀬戸さんがこうカメラに微妙に入ってないあ、本当だよ、ね、そうです、このね見切れ感がいいですね僕ね、なんかちょっとこう距離感をちょっと、はい、これで OBS 先に、いい感じ、あ、入った入った、はい。で議事録は空っぽの状態から始めますが、まあ、多分いつもぐだぐだに話をするとあっという間に時間かかってしまうので、うん、まあ、この1週間先週も、やりましたが、伊藤先生が今回は、ちょっと待って、いきなり僕に、いや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 、この秋は15回ちゃんと青学に来ないといけないということと、本日体育の日祝日にもかかわらずこの3人は家族からのこう不平不満を聞きつつもこの研究室にいるわけですが、敬老の日も潰れたし体育の日も潰れたし、常に言うと僕昨日誕生日、おめでとうございます。じゃあお団子おまんじゅう、はい、お誕生日にいろいろありますの食べながらのお土産をまんじゅう、じゃあいただきます。すごい、どれにしよう、たくさん、これね、よもぎまんじゅう美味しいですよ。いやー、高岡で美味しいお菓子いただきます。ということで今週、はい、じゃあこの1週間何があったかって話の中で、うん、なんか、はい、俺に喋らせろって何かありますか。簡単に振り返ると、はい、個人的にはやっぱり先週のトヨタソフトバンク、あの発表はやっぱりすごくすよ、ね、このメンバーの中ではインパクト強かったですよね。なので、そこはあれですよね。そうですね。非常にライブで見てました。見てました、ライブで。いや、見てないです。あれライブで見てて、うん、いや本当に、まあ、ソフトバンクとトヨタの組み合わせってやっぱり外から見るとトヨタ系列って KDDI、AU なわけで、そのキャリアを超えて連携するってあんまり想像できないっていうのと。あとライブの中で、話になったんですけど、うん、昔ソフトバンク側がトヨタに提案して、はい、結果として決裂したっていうことがあったんですよ。なのでその時はやっぱりトヨタは KDDI AU ともあるし、うんうん、っていうような過去があって、で今回逆にトヨタからソフトバンクに提案したという裏話的なことがライブの中では発表されていました。なので、ソフトバンク側も逆に驚いたということと、うんうん、半年ぐらい前の話だそうで、この半年ぐらいの、まあ、世数で1月にトヨタが e パレット発表して、うんうん、車自体がもう乗るものというよりもモビリティとしてサービス、うんうん、街中のサービスの中に溶け込むような方向性を出してきたっていう、うんうん、あの後の話らしい。なので誰とやるかってあの時はある意味まだあんまり決まってなかったけどね、まあ、もしかしたら自分たちで完結させるのかもしれないしというところと、まあ、とはいえトヨタもウーバーに出資していて、人の株主がソフトバンクであるけれども、同じ方向性でお金を出し合ってる中みたいなところでのつながりもあったっていうところで、結果として、まあ、今回の発表まで、まあ、半年間で一気に進んだっていうことと、そこの中でそのソフトバンクの正義がずっとこの
数年行ってる、うんうんうん、まあ、軍戦略としてのソフトバンクビジョンハントの使い方の中で、うんうんうん、僕らの業界でいうとマップボックスが取り込まれていて、うんうん、でどう使うのかなみたいな風に興味深く見てたら、うんうん、もうさらっといやマップボックス使うよみたいな感じで紹介されていくみたいなこと、うんうん、あとマップボックスこんなに大きく扱われてるんだなっていうふうに、うんうんうん、あのマップボックスでポロッとつぶやいたら、僕のつぶやきに真っ先に反応したのが、うん、マップボックスの CEO のエリックがいいねとかして見て見てるんだみたいなそういう感じで、マップボックス側も、まあ、今回の発表がどこまで彼らまあ内部的にしてたのかっていうのは僕は分かんないですけども、非常に注目、彼ら側も注目しているし、まあ、どこまで動いてるのかっていうところで、どうなんでしょうね。マップボックス、マップマスターあります。あ、トヨタはマップマスターありますし、もちろんダイナミックマップスとかも含めて、国内の自動運転の動きって地図サービス側も結構動きはあるはずなので、その中でこう組んでいく形になるのか、それともこの部分はこれ、この部分はこれって使い分けていくのかっていうところは、まあ、ちょっと驚きつつも、まあ、いよいよああいう場にオープンするマップベースのサービスが当たり前に出るようになってきたんだなみたいなことは感じました。去年僕がスマートシティエクスポってバルセロナで毎年開催されてるカンファレンスに行った時も、うん、ちょうどそのいわゆるマースと言われるようなそのシンポジウムというか、まあ、その展示と、カンファレンスが並行して、スマートシティの横でやっぱりやっていた中で本当にいろいろな企業、まあ、テレナブとかも確か出展してたと思うんですけど、うん、結構やっぱりもう当然ベースマップで使われているのはオープンストリートマップだったり、まあ結構何て言うんでしょうね、その、まあ、いわゆるオープンなデータをかなり駆動して使ってたイメージがもうなんか当たり前のように普通にあった中で、結構何て言うんでしょうね、こう衝撃を受けたというか、もうあその別にそれを大々的に宣伝するだけではなく、まあ、当たり前のインフラになってるんだなっていうのはすごく感じたんですね。でスマートシティエクスポ去年の取り組みでも結構そのいわゆる自動車メーカーはもちろん割と出展してるんだけども、やっぱ通信系の会社であるとか結構その何でしょうね、こう専用機械みたいな、まあ日本でいうと多分建設機械とか、まあああいう風に分類されるようなちょっとこう業界に特化したようなそのメーカーとかもやっぱりそういうやっぱり地図とその移動系のまあ動く系のサービスと連動するみたいな話をしていて、まあ、なんかそういう世界観が今後あるんだなと思ってた矢先に、うん、なるほどこれが出てきたので結構びっくりしてるのと、あとはねやっぱさっきおっしゃったようにその、まあ、この後多分いろいろ意見あるんだと思いますけどダイナミックマップとかいろいろこう自動運転系の話がある中で、まあ、多分両にらみなんだろうなというところで、なんかこう一見なんか移植とかよく言われますけど、まあ、なんか必然だったんじゃないかなっていう気は割としてますね、そういう意味で。うん、いやそうですね、あそこでヤフー地図って言うのかなって一瞬思ったんですけど、本当に ビジョンハンドのメンバー、うんうん、ウーラーも含めて、本当にアームとかも含めて、うんうん、あんまりこうソフトバンクとして本当に国内見てないなっていうような発表の仕方はすごく、こう、周りにいい意味で違和感が、あここまで行っちゃうんだ、うんうんうん、あんまヤフーっぽさゼロソフトバンクなのにうん、うん、そういう感じでしたね。そうですね。伊藤さん何かコメントありますか、うん、発表。まああのモミニティとかマースとかって一応専門のつもりなのでそうですよね、すごく刺さっていて、逆に言うと僕今それすごくニュースから距離を取ろうとしてるんですよ、ね、あえてね、うん、っていうのはあのまあ、だいぶ浮き足立ってるな、そのマースそのものがすごく今来ていて、その中でこういろんな取り組みというよりはなんかこう空中戦の世界に入ってきちゃった、うんうん、でビッグネーム同士がこう一緒になったところで、それってまあ現場とかトヨタ の、まあカルチャーとソフトバンクのカルチャーが全く違うカルチャーなので、それがこう一瞬でうまくいくとも思えないし、ただ一方で専門家って大体物事をこう過小評価して自分が分かってるつもりになって、あのあんな大したことないよって言ってるうちに世の中って進んじゃうんですよ、うんうん、だからちょっと今僕はそのスタンスをすごく取りにくくて、うん、っていう感じではあるんですけれど、あのまあ当然の前提としてそのモビリその自動車トヨタはずっとモビリティ企業になるっていうふうに言ってるんですよね、うんうん、つまり
あの車を作るっていうことじゃなくてモビリティサービスを作るそっち側に主眼が移ってる、うん、でその中で例えば一番うまくいってるのがダイムラー、うん、ベンツのダイムラーの会社ですね、うん、がもう10年以上前かなカートゥーゴーっていうカーシェアリングをちょっとこうやっていて、うん、ヨーロッパなんか普通に皆さん使ってるんですよ、うん、でそれは近視眼的には車が売れなくなるみんながもうカーシェアでいいじゃん車買わなくてもいいじゃんっていう世界を彼らが率先して作ってるわけだし例えばフォードなんかもチャリオットっていうシリコンバレーのベンチャーなんですけど、うん、バスを走らせるベンチャーなんですね、うん、デマンドベースに基づいたでバスを走らせるみたいなのをこう買ってたりとかして車会社がその車をただ売って終わりじゃなくてそれを使われてそこから先なんぼっていうそっちの世界にどん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 移ってきてる、うん、逆に言うともう車売ってっていうそこのビジネスはもう基本的にはもうこれ以上いかないだろうというふうに思ってるっていう、うん、特に先進国でっていう世界ですね、うん、その中でトヨタはどう見ても遅れているというふうに今思われてたし、うん、あのトヨタ系の人からまあちょいちょいこうアプローチもあったりするんですけど、うん、そういう人たちの話を聞いていてもうんまだダメだよね分かってる人は逆に言うとこう自分がこうやって言ってもこう社内がなかなか動かないんだみたいなことをこうおっしゃられたりとかそういう感じの中でこのソフトバンクソフトバンクは今度逆にいつの間にかなんだろうシェアリングをなんか世界を制覇してたじゃないですか、うんうんうん、Uber だけじゃなくて DD とか、ねうんうん、Grab とか、うんうん、そういうところに全部出資して、うんうん、で今回孫さんの話の中でちょっと新聞記事で読んだのはその、はい、ただの配車アプリっていうのはただのアプリだと思ってるんだけどそれは全然違うんだよ、ねうんうん、これはあのもうモビリティのプラットフォームそのものなんだっていうふうに確か孫さん言ってたでしかもそれが AI によってその交通が駆動されるようなそういったためのプラットフォームになるんだっていうことを言っていてそのモビリティのアプリを持ってるってことは実はそのユーザーの全部のデマンドを全部持ってるしじゃあそれによってじゃ交通をどこにどういうサービスをどうあの持っていこうかっていう部分も全部コントロールできるしっていう実はそのアプリという入り口を抑えることのインパクトがものすごく大きいんですよ。でそっち側にどんどん主眼が移ってきてだからそのアプリを抑えてアプリを持っているということの意味がすごく大きくてこれ僕は自分があの付き合いがあるところで言うと乗り換え案内アプリも同じ話なんですよ、ね、乗り換え案内アプリこそが鉄道サービスを抑えていて例えばヤフー乗り換え案内がちょっと俺たち JR 気に入らないからなとか言って JR を連絡したりしたら立ちどころに JR が終わっちゃうっていうあのそういう存在でもあるんだけどなかなかちょっとそういったところまでみんな行かなくてなんかその最適化まあ、その検索アルゴリズムをどうするかとかそこの議論でちょっと終わっちゃったんです、うん、でもそこの実はそのアプリというデジタルを抑えることがその裏にある現実 そのフィジカルの世界を全部抑えちゃってるんだよっていうそこの世界観を孫さんはすごくよく分かっていて、うん、なのであの何つったらいいのかなこういう戦略的なことが動けるんだなっていうのはそれはやっぱりソフトバンクのこの領域における存在感っていうのがやっぱりさすが孫さんだなと、うん、そこのちゃんとビジョンがあってまあ、彼ら自分でこう作るっていうよりはちゃんと作ってる人たちを目ざとく見つけてそこにこうちゃんと手をつけてまあファンドのにはそこですからね、うんうん、そういうところがすごくこ うまく機能してるなっていうふうに思ってますね、うん、仮にこれちょうど1年前の今頃にソフトバンクビジョンファンドが、はいそうでしたね、マップボックスに出資したタイミングで1年後でこれですからね、うんうん、来年どうなってると思います。あいいね逆に言うとまあある意味想像しながら彼らのシナリオ通りに進んだとしたときに多分1年後ぐらいにはそれなりの成果を当然求めてくるし、マップボックスで見るとビジョン SDK を9月に発表して、まあ、ベータ版とはいえ配り始めようとしているところだと思うので、うん、そこはもう明らかに1年後の結果が出てるわけです、うん、かつこういうトヨタの話もするとすると、うん、来年どんな動きになっていると、うんまあ、ある意味明らかに進んできてるもしくはやっぱりうまくいってない、ここまでいかないっていうことは何かしら何か起きてるみたいな。どうですかね。モビリティって車だけじゃないじゃないですか。はい、でもトヨタって車のイメージ強すぎるじゃないですか。でここに例えば二輪車系の企業が加わるとか、もしくはいやトヨタがそこも抑えていくみたいな形で、モビリティの幅を、まあ、一応ロボット系のものというか、ロボティクス系のものとか、一輪車みたいなのとか作ってる。ホンダと同じような。アプローチも広く取ろうとはしてるけど、うん、っていうところでそう、ね、モビリティ全体に広げ多分ソフトバンク側は車に依存してることは考えてないはずで、うんうん、
そこの中での幅が、僕の想像では来年もモビリティの意味は車の要素が減ってきてるかもしれないぐらいになってると、まあ面白い状況なのかなとは思うんですけど、それがバイクなのか車椅子なのか、そのまあ自転車なのか分かんないですけど、モビリティのサービスとマップボックスというか、まあオープンストリートマップとか、そこの使ってる地図っていうのがまだつながってないと思うんですよね。つまり何つったらいいのかな、まだ多分 OSM マップボックスって人が見てなんとなくそれ見て歩けるぐらいの地図ではあるんだけれど、まあ自動運転と言わなくてもあのカーナビに使える地図じゃない。つまり例えば車線の情報だとか交差点のレーンの情報だとか、そんなのも全然ないし、そういったものをどうモデル化してどうデータに取り込んでいくかっていう議論も多分 OSM ではほとんどまだしてないですね。ですね、例の情報は入れられるんですけど、OSM には、まあ、全体で見たらほとんど入ってない状態ではあるけれども、入れ始めてる人たちいるというところと、おそらく、これは僕の推測ですけど、ビジョン SDK をマックスのメンバーに見せてもらって、感想として、あのデータは OSM に入れないんじゃないかなっていう気が、マップボックスが、ビジョン SDK はあくまで携帯なり、まあ、車載専用機、の、カメラからリアルタイム演算で、ルート検出、進行方向も含めた3次元の画像処理による、3次元計測、あとはオブジェクト認識等々の、マシンラーニングの力を使いながら、リアルタイムで今車が見てる景色を分析して、そのデータを全部マップボックスに吸い上げていくけれども、そのデータは OSM にはすぐにかもしくは永久にかわかんないですけど、全部公開するとはまだ思えないし、OSM にそれを入れることによってまた多分コミュニティといろんな含めて、ね、あの問題が起きるかもしれないしというところでは、あえてそこは別レイヤーにするけれども、今後ソフトバンクが出す携帯電話にはもうプリインストールでビジョン SDK が搭載されたナビゲーションアプリがあるので、それを車につけてナビサービスを使うユーザーが世界中に広がっていくのであれば、多分レーンデータはマップボックスソフトバンクグループは手前側には持てるんだとは思います。それを公開するかどうかは別しない気がしますね。多分それはだから OSM とは何でありどうあるべきかっていうかなり本質的な話ですね。そうです。なのでそこはマップボックスよく分かってるので、どういうふうに考え、お、林さん入ってきた考えるかもと、一歩引くか、その中で OSM のデータをより良くしていくために必要なデータは、二次利用的には提供してくると、品質を良くしていく意味合いでのマピアリ的なところですね。ですね、そこは、はい、まあ1年後、まあ、あくまで推測なので。どうなるかですけど、多分僕最新のマップボックスの人たちの話全然分かってなくて、過去だと多分マップボックスって割とその OSM という、あのオープンな共有されたデータベースの世界って好き、そのカルチャーにすごくちゃんと順次そこをもっと良くしたい、行きたいっていうふうに思っていて、それとは別のデータベースを作るっていうのは彼らの美学の中からあんまり出てこなかったかなと思うんですよね。一方であのOSM に求められるものと、その自動運転だとか、モビリティサービスのためのベースマップ、ヒアなんかが作ってるよね、そういったものっていうのはもう、なんだろうな、品質だけじゃなくて、内容がもっと本質的に違うものを目指してるんだっていう世界になったら、やっぱりそれは違ってきてしまうのは仕方がないし、またそれはそれで、それをオープンにするべきか、それともまた共有資産とするべきかっていう議論が、またそこは別に出てくるのかもしれないし、ね。そうですね。モビリティサービスのベースマップにならないんですかね、OSM。おそらく人間をエンドユーザーと見るのであれば、多分やっぱりレーン情報は必要ないと思うんですよね。そうそうそう。で、その誰をエンドユーザーと考えるかっていう OSM の哲学がどう変化するかで、ビジョン SDK はやっぱりもう、やっぱりモビリティ、今は車を前提にした、こう街の捉え方をするためのツールとして存在しているので、OSM、まあ、今回のそれこそ SOTM US の発表も、
かなりそのマシンラーニング的なアプローチが増えてきましたけど、ね、誰を相手に地図、自分たちは地図を作っていくべきかっていう議論って今年はもうとにかくあちこちで語られていて、で OSM がそれを担うべきかどうかっていうのはまだやっぱりこうみんなやるべきだってはっきり言える人はあんまり多くない気が、人間にとっての必要な地図がまだ整備されていないっていうところもあると思うんですけど、そうですね、そのオブジェクト、地物としての認識をやっぱりまだ正確にできるのって人間、人間が必要な地物を人間が今手入力で入れてるっていうのが今の OSM で、おそらく、オープンストリートマップを生かして新しいコンピューターとの共同作業っていうことになると、おそらくビジョン SDK なりマッピラリなり他の仕組みなり、大量にやってくる画像もしくはライダーでも何でもいいんですけど、大量の空間情報のデータが、モビリティである車やバイクや鉄道なりっていうものに対して最適な、データ、エンドユーザーがモビリティだっていう前提で、そういったこうモビリティに対して、これが交差点である、これが建物であるっていう教師データを与える側に回るんじゃないかなという、OSM はあくまで人間がこれはこうだと思ったという教師であって、それを取得したシステム側が、じゃあマシンラーニング的に考えると今見てるこのデータはこうであろうみたいな、そういう、まあ、両立していくのがベストじゃないかな。あ、でもその認識面白い、僕の今のイメージですね。地図はそのなんか地物をどう人間を通してそれを捉えるかっていう、はい、そこのモデルなんで、そうですね、はい、なので僕の中ではまだ OSM は人間用に作っていく、そこの追求をしていくべきもので、レーンデータが人間にとって必要であれば入れるべきで、そうじゃないんであればあんまり OSM に積極的に僕は入れることはしない方がいいんじゃないかなっていう立ち位置ですね。今のところ分かんないですね、状況によって変わるかもしれないので。いや、建物の自動検出とかの話もね、結構ここ数年オープンストリートマップコミュニティでは、まあ、いろいろな意見もありつつ、でもそのグローバルカンファレンスでは結構そういう事例発表、ね、まあ、研究発表を含めて増えてきていますよね、ただ一方でまあこれね、その機械学習、深層学習の研究共通していますけど、やっぱりこう正解データ、まあ、教師データ含めて、正解データがまだ圧倒的に足りないっていう話はどこでもやっぱよく聞かれていて、まあ、だからこそその研究で作ったデータをどんどん GitHub とか例えばアーカイブみたいなところに上げて、共有して、まあ、精度を高めるみたいなやってますけど、こうだからそういう世界観っていうのはまだその特に人がこう関与するすべきところっていうのはまだまだその多いだろうし、特に今まだ何て言うんでしょう、人の見た目で判断できる部分ですけど、じゃあ地下ので埋設物のデータどうなのかとか、もうちょっとその地上じゃないところも含めてまだその物体検出をしなきゃいけないまだ結構多いと思うので、それはなんかだんだんこうレイヤーが変わっていきつつ広がっていく可能性あるのかなと僕も思いますね、そういう意味では。そうですね、そこのなのでマシンラーニングのアプローチは取り入れ、人間に必要なアプローチはどんどん取り入れるべき、だけどどこまでやったらいいのかのさじ加減をみんなマップボックスも含めてさ探ってるというか、もうもしかしたら彼らの中では答えが出てるのかもしれないしっていう感じですかね。今見てるそのマップボックスビジョン SDK って、ね、その先行して公開されているマッピラリーとある種見た目的には全く同じなので、結構なんていうの、まあ、僕からしてもこう違いを明確に説明せよって言われたら多分言えないぐらいだと思うんですけど、どういうふうに見てるのかなっていうのは結構気になりますね、お互いで、しかもそうそう、まあ、これをリアルタイムでやってのけちゃってるっていうのは結構驚きで、実際ちょっとデモ版触らせてもらっても思った以上に早い、ね、ああ処理が早い、処理が早いです、なのでまあ今現状技術的にはマピラリってポストプロセッシング、後処理で回してるっていうところがあるんですけど、いや本当にそういう意味で言うと
マピラリー側もリアルタイム処理は絶対考えてるはずで、うん、ある意味競合にもなっているし、まあ、ある意味組んでるところもあって、まあ、どうなってるところか、どうですかね、1年後マピラリーはマップボックスに買収されると。あそういうとか、ね、マピラリーは、サムソン系のとか、はいはいはい、メルセデス系でしたっけのファンド受けてますよね。うん、ただマピラリーってやっぱりそういう意味ではこう研究者集団のテイストはすごく、うん、まあ創業の経緯もそうですけど強いので、まあ、買収仮にされるとしてもやっぱりなんていうんだろうな、その要素技術的な部分が引き継がれていくのか、まあ、アルゴリズムなども含めて、うん、で彼らはやっぱり、ね、それこそこう CVPR とかそのコンピュータービジョン系のトップカンファレンスでガンガン論文を発表し、あとはなんかデータチャレンジをホストしっていう、うん、そういうなんていうの、そのコミュニティの仕方を今ね やってるので、ちょっとなんか、うん、そういう意味ではこうビジネスモデルが逆にどうなんだろうみたいな、うん、マップボックスはね結構そういう意味ではこういうのも含めて変わってきてるなと思いますけど、うん、どうなんですかね、うん、ってなとこですかね。かねいやもういくらでもなんかこれで判断使っちゃうというですね。あと関連するとしたら、うん、SOTMUS の見ましたか、ね。まだね全然、はい、追いつけてなくて、僕も全部見切れてないんですけど、はい、気になってるのは、うん、4号でね開催されたっていう、そうそうそうですが、まあデトロイトで、まあ街がまたデトロイトっていうのも、ありますけど、やっぱり。真っ先に見たのは Facebook の発表を見ましたね。はい、で、Facebook の発表の中で、はい、やっぱりこうミラノで7月末に発表した内容とどのぐらい、はい、アップデートがあったのかっていうことで、はい、動画でも公開されてますね。で、まあ、よいしょ。あ、もう一応全部出てるんですかね。出てます。出てます。で、これこれ。猫よりちゃんと動画で出てきて、いや、去年の今頃はこの、はいはい、マップ、じゃあ、Facebook の地図サービスとして、はい、今まで、まあ、Google マップベース、もしくは AppleOS なり、Apple マップなり、あと、HIA 使っているわけですけども、うんうん、その中で、基本、まあ、PC ベース、うんうん、あとは、Android は一部 Mapbox 使い始めているというところなんですけど、今まで PC ベースで、地図サービスやってた時には、うん、他社サービスを使っていたものが、うん、2017年の時には東アジアとアフリカの一部と、うんうん、インドネシアの東側、なんだっけこっち、まあ、このエリアだったわけです。でそれが1年経ってどうなったかっていうのが7月に発表された時にはこれ全部まだ塗りつぶされてなくて、はい、インドとロシアと、アルゼンチンぐらいはまだ置き換わってなかったっていうのが、はい、7月の、状態だったんです、ね。はい、で今回10月の、まあ、上旬になって、それからまあ3ヶ月弱ぐらい経って、どうなったのかっていうと、こうやって意外に間がありますね。はい、ビフォアまだ喋ってるから。ビフォア、これで、こうなったわけですよ。あ、ちょっとね、タイムラグで多分ね。で、こう、ちょっと、はい。とりあえず、ロシアもインドもアルゼンチンも終わって、Facebook マップサービスとしては、まあ、もうほぼ多分塗りつぶされてるはずで、世界中の、地図サービスが、まあ、自分たちで配信するものに関しては全部 OS に置き換えましたっていうところはやっぱりすごくインパクトがあるっていうところと、あとまあ後で映像を見てもらえばいいんですけど、タイが、1年で、道路のマッピングは一応完了っていうところは7月に発表されました。でそれもデジタルグローブの衛星画像からマシンラーニングで道路の中心線を抽出して、バンコクはある程度できてたので、バンコク以外の地方都市を全部舐めていくみたいなことをやってたんです。で、それが終わって次インドネシアに活動のエリアを変えているっていうところで、あとアフリカも始めていたので、複数の国で、マッピングが始まってきています。でマシンラーニングベースの、衛星画像から道路抽出をしていくと
いうような形で、アフリカとかはかなり、アメリカ赤十字と組んでいるというところ、コミュニティ自体もだんだんクライあのホット、ヒューマニタリアンオープンストリートマップチームの人道支援チームと Facebook が組み始めているというところで、だんだんそこの幅が広がってきて、まあ今年は多分複数の国を同時並行で進めていくという流れになってきているというような発表。あとは、やっぱり、品質をどう、まあ、チェックしていくかというようなところの品質チェックに自分たちのリソース割いていくというような発表が、どこだっけな、あ、この辺、はい、もうこの辺もバンダリズムの話が出てきていて、はい、これもOSM チャットマップボックスが作ってるわけですけども、はい、Facebook がそれを積極的に使って品質チェックを自分たちも参加していくという方針が改めて、やってますね、始めてます。あとこれは、メキシコ、ウガンダ、この辺具体的にやってるところ、あとこれインドネシアはホットと組んでいくみたいな形で、この辺は連携相手ですよね、いや結構、いやこの3ヶ月ってすごい進展があって、あとそうそう人口密度のデータ使い始めたりとかで、ああこれですね、はい、で、どっかにこの辺の、あで途中でエンジニアに変わって、うんうん、そのチェンジセットを、はい、の変化を抽出していくというか、差分を取っていく考え方の中で新しい概念ってローカル、あ、ロジカル、ロジカルチェンジセッツっていう、あ、この右下に今出てる、はい、という考え方を、ね、提案してきているとっちゃ、はい、いうところで、これもちゃんと僕も読み切れてないんですけど、ロジカルチェンジセッツ、はい、今までの品質チェックのノウハウをもとに、自分たちも新しい技術を投入しようとしているというようなところまで来ているという感じで、この辺ですね、ちょっとこの辺一言でなかなか語りにくいんですけども、全体的な方向としてはマシンラーニングを使って引き続き道路の中心線データの抽出は、うん、タイは終わったので複数の国に広がっていて、うん、メキシコ、ウガンダ、インドネシア、他で、組めるところ、特に途上国はホットと組んでいくということと、うん、あと、データ品質チェックはもう MacBox の OSM 茶もそうですし、うん、それ以外にも自分たちの作った仕組みもどんどん投入していくような形になってきているというところ。あと、面白かったのは ID エディターのカスタマイズ、はい、タスキングマネージャーと ID エディターを社内でカスタマイズしていて、そのこうシーンも結構映像として出てきて、最後パブリッシュまでオープンスマップにローカルでまず品質データ品質チェックをしながら、そのデータをパブリッシュするのも全部完結して行うけれども、Facebook なりのやり方をきちんとその仕組みの中に入れていって、逆に言うと JOSM 使ってないんだなって、ちょっと意外というか、なんかもう IT、いわゆるウェブブラウザーだけで全部処理していくというような考え方になって、ね、あ、西村さんが今日早い、今日早いです、早いです、今日はちょっと早めにやってますっていう感じですかね。あと、まあ見どころとしては、リフトが初めて。ウーバーもいるけど、ね、リフトも初めてスポンサーで入って、ね、リフトの中でのオープンスレマップのデータの使い方みたいな話がされていて、あんまり表には出てなくて、はい、リフトの標準のアプリは基本 Google マップでやってるんだけど、裏側でのアルゴリズムはこういうふうに使ってますよみたいな、そういう流れの説明だったので、あ、結構裏側をちゃんと喋ってくれてるな。そこはあれなんですかね、やっぱ表示の部分、単に表示で使いたい部分と、やっぱアルゴリズムだとデータも必要なので、うん、ネットワーク、うん、ですね、OSM を使いたい、そう、あ、まあ、はい、そう使うことでまたちょっとね違うシーンに使うのか、うん、あと結構やっぱり、面白、見てて面白かったのは、ウーバーもリフトもそうですけど、どこでお客さん拾ってどこで降ろすかっていう、うんうんうん、そこのどこでっていうスタートポイントとエンドポイントをこう、うんうん、データとして持ってるんですけど、はい、やっぱり都市部ってすごい
その GPS の精度が荒いので、うんうん、その両方暴れる。そうすると結構地図の精度は良かったとしても、うん、そもそもその GPS のデータが、精度悪いと、まあ、すごく、まあ、ある意味お客さんの顧客満足度が上げられないみたいなところと、はいはい、自分たち側の分析をする側も、うん、正確にその位置を把握できないというところの、うん、あのデータ分析の悩みみたいなのを語られていたりとか、うん、まあそうだよ見てて、うん、確かにそうだよすごいワンブロックしか運べないのにブレブレなこうデータを大量に持ってるっていうところ、世界的にみんな悩んでて、うん、まだ誰もちゃんとは解決できてないですね、うん、そこは、うん、みたいな話と、うん、はい、結構あとは、はい、パッと印象深かったのが2つですね。何人ぐらい集まるんですかね、この SOT も。おそらく US は多くなってるはずで、何百ね、はい、まあ、僕が最後行った時でもう300、400とか行ってて、あ、違う、ニューヨークの時で、 あれが一番、国連本部、国連本部でやった時は500ぐらいでしたっけちょっとあれ、じゃあ1000ぐらい、1000近かった気がする。あ、でも700、800みたいな話はありましたね。500オーバーは間違いなくて、1000超えるかどうかぐらいなので、ボスオージーグローバルカンファレンスにも匹敵するぐらいになってきてるんじゃないかな。グローバル OSM の中で SOTM のグローバルカンファレンスで1000、ミラノは今年は少なくて400弱ぐらい。え、それより多い。多いです。逆転しちゃうぐらい。雰囲気が違うのかもしれないですね。 US の方がなんかもっとこうソフトエンジニアがエンジニアリングの中でどう使うかに結構フォーカスして話せるみたいな感じなんですかね。やっぱりそこのウーバーイーツ、なるほど。あ、ウーバーイーツね。うん、まあ、そうですよね。多分みんなウーバーリフト、まあジャパンタクシーも含めて、ああいうデータ集めたら集めたなりに今度は、うん、どういうふうに使っていくと分析していくのかみたいなところは、まあ悩ましいけど、技術がどう解決するかって結局なっちゃうんですよね。ちなみに日本のモビリティ系の会社、それこそあのジャパンタクシーまで出たし、あとは最近神奈川で始めたタクベルとか、ああいうのって絶対データ分析するじゃないですか。ああいうのって何使ってるんですかね、ベースマップ。それこそ OSM はとりあえずつきやすいけど、まだクオリティにはみたいな話になるし、あんまり聞かないですね。聞かないですね。で、じゃあそれデータ分析ツールで何使ってるのかっていう、今度多分完全にオリジナルでスクラッチが作ってる仕組みはあんまり多くないんじゃないかな。すると何かしらの分析ツールを使っているんじゃないかなと。で、ローカルで使いやすいのは最近だとタブローとか、あと、まあ、カートもあるし、他は何だろう、まあ見せ方によってはウーバーの、ああ、ケプラー。ケプラー。ああ、それこそウーバーはケプラー使ってないと。そう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 。示しがつかないですね。まあ、含めて何、まあ、日本は何使ってるのか、うん、そもそもそういうのが。ああ、そうですね。そもそも使ってるんだろうかね。ひょっとして DRM 買ってるかも。まあ、まあ、可能性はあると思いますね。そうそう。いや。でもやっぱ分析まで回せるこうコストであったりとか、こう余裕というか、ね、そこにこう回せる人件費も含めてあんまりまだ大きくないはずなので、いや逆にそこにちゃんと投資ない、あの集中できてるところってやっぱりアルゴリズムもね改善早いから、なんかそこはこう勝負の分かれ目な気もしますけどね。だから、うん、ね、歴史的には日本で DRM のデータが整備されたりとかこういう部分すごく進んでたはずなんだけれど、うん、あれなんか今どこが引っ張ってるんだろうっていう気もちょっとしますよね。この辺 CSIS をなんかこう手を打って手を打つその部分はうちに任せとけっていう。そうですね、やっぱりそのまあうちのセンターに限らずその道路系のデータ分析をしている身としては、まあ多分それは DRM だけでも全然満足やっぱりできていなくて、うん、DRM って基本やっぱ主要道路のレベルまではまあある程度ありますけど、じゃあ番号がマッチングしやすいのかとかですね、あのやっぱり道路名とかで仮にマッチング したいと思った時に全然ね、そういう意味でこう、名前が、由来でいたりとかもあるので、まずできないし、やっぱり
その僕らの研究室の研究とかでもこう指導とか生活道路とかの単位で分析をしたりするときにはもう全然やっぱり 使えないというかもうマッチングすらできないので、もうその部分を代替して OSM で、まあ特にマッピングしている地域もだんだんね、あの 市とかだったら政令市とかだったら増えてきてるので、むしろそれにこう代替するみたいなこともやってる一方で、その例えば市役所さんとかが持っている道路の例えば IRI みたいなですね、ああいうなんか道路の分析したデータは DRM とまあ紐づいているので、そこはなんかまだ切っても切り離せないなというジレンマに結構陥ってる部分はありますね。うん、なんか変換サービスみたいなので本当はやればいいのにとかそれも考えるんですけど、結構やっぱライセンスの問題とかそれもそう、まあ、なんか ね、 いやこの SOTM USA 羨ましいなって今すっごい思ってて、日本ってなんかちょっともうごちゃごちゃになっちゃってるじゃないですか、うんうん、で今この瞬間ってそれこそなんかパイオニアが倒れそうになってたりとか、この分野を引っ張れてる人たちがあんまり見えないんですよね、うんうん、ジャパンタクシーがじゃあここですごく存在感があるかというとまだそういう感じじゃないと思うんですよね、うん、あとはですよね、地輪のベクトルタイルがもしきちんとサービス展開してきたら、うん、逆にそっちに流れる企業が出てくるかもしれない、あ道路中心線データ含めて、うん、なのでまあ OSM も使えるようにはなってきているし、うん、でも国内での品質をきちんと保証して使いやすいもので出してくるときに、地輪地図は今後そのデータ分析のプラットフォームに入ると分析ってどうなのかな、それこそ藤村さんに伺いたいですね、うん、だからやっぱり分析とかってそのプロセッシングやろうと思ったらそれがタイルって提供形態じゃないですか、でも分析ってやっぱりある程度自分の手元にそこそこの領域のデータを持ってその上で割と自由にハンドルしたい世界で、タイルがそれに本当に適しているのかどうなのか僕はまだちょっとピンとこないし、まあ、配布形式はタイルっていうだけで後でつなげちゃえばいいっていうのも割り切っちゃえばできる、それがねあのスッとできるんだったらいいし、うんうん、最近1ゲーム1情報ゲームで、うん、マップボックス GL を使っているけど、はい、中身のデータは地輪のデータっていう、あそうかマップボックスだ、上側はでベクトルタイルで出していて、うんうん、でもOSM じゃないっていうのも技術が分かってる人だとそういうこともできてきたんだな、まあ、日本の中でもそういう風になってきたなみたいな、マピオンさんがやってたような感じですね、うん、でそうですよね、そこは地輪さんとしては戦略的に打って出る可能性はあるんじゃないかなと、うん、そうね、そういや伊藤さんが言った点って僕も結構手を動かす身としては悩ましい部分があって、じゃあ技術的に仮にできる、まあ実際できているとして、じゃあこうデータの量、例えばじゃあ日本全国を一気に分析したいとか、うん、まあそのスケールなりデータ量が多くなってきた時にそのまあ今のそのなんだろう、ローカルで持つまあシェイプであるとかね、まあジオ JSON とかいろいろありますけど、まあデータベース形式もありますけど、それでこう取得する部分とそのまあベクトルタイルみたいなで、その中間の加工も含めて一気通貫で処理するのが、まあ、ベストな選択なのかっていうふうに言われると、ちょっとまだそこは僕も判断しかねるなと思っていて、もう大量の、ね、データをやっぱりいろんなデータと融合させて、じゃあリアルタイム分析をしなきゃいけないみたいな、そういう本当こうエクストリームな局面に行った時に本当にできるのかっていうところは結構なんか。まだ難しいんじゃないかなっていうのは思いますね。西村さんが、うん、ベクトルタイルだったら持ってこれるけど、やっぱり試験、まだ試験提供なので、うんうん、そこのまあ問題もある、あるけどみたいな感じなので、ね、本提供が始まった時に、うん、多分、まあ、ある意味やったもの勝ちなところもあるかもしれないですけど。うんうん、あと本体が耐えられるかっていうのはありますね。そうですね。そうサーバーそうですね。それ、これどうですかね、そういう地輪地図タイルベクトルタイルデータセット本公開、うん、with ケプラーみたいな、うん、でもケプラーで、はい、そのまま使えますよみたいなパッケージで出しちゃうみたいな、いや多分あの、まあ、ベクトルタイルも含めてその測量法にあんまり一挙しない、今その地輪、の利用規約で、今出せて、まあ、そのオープンデータ的に出せているものについてはどうぞご自由に、ね、持って帰ってその活用してくださいっていうふうに、まあ、ある種言われているので、
あの現状 の, そのラスタータイルでもまあ、ね、そのできなくはないですけど、それを結構やろうとするとですね、本当に例えばじゃあ相模原市だけのデータでやりますとかだったら多分できるんだと思いますけど、その全国のデータをもう逐一、今目録の GitHub ありますけど、あれからリアルタイムで更新してって、もうなんか吐きそうなぐらいというところもあるし、まあ、あの西村さんのコメントもあるように、やっぱりね、部分的にこう読み切れないというかタイムアウトした部分もまだあるので、そこはあれなんですよね、その制度上 OK になったとして、技術上あるいはこう通信上でうまく、しかも更新もちゃんと追いついて、あの回せるのかっていうのは本当にチャレンジングだし、多分それを真面目にやってるところってほぼまだいないんじゃないかなっていうところですね、うん、そこはすごく難しくはないかもしれないですね、うん、だから地図に限らずに、そのインターネット上でどう情報をあの適切にデリバリーしていくかっていう話はいろいろあって、うん、まあ、CDN なんかも使うじゃないですか、うん、GHそのあたりの仕組み自体はもうちょっと汎用的な話はあって、それをどう使いこなしていくかっていう話なんだと思うので、うん、っていう話をするとあと10分です、ね、なんか他この1週間なんだろうな、どういうこと、なんかその間で考えてもらう、さっきやだそうともして、はい、あの 思い出したんですけど、私の研究室にこう飾ってあった、これ2015年のオートモーティブリナックスサミットっていうので喋るって言われて、スピーカーで登壇したんですけど、これあのリナックスファウンデーションのオートモーティブなサービスを提供することに、まあその関連の議論をするっていう場で、最大のスポンサーが当時トヨタ、トヨタ覚えてて、つまりやっぱり相当そのまあリナックスとオープンソースも含めてで、まあこう相当トヨタはこの頃からは、この頃すでに、うんうんうん、まあ、このホープスマップを含めてかなり幅広くウォッチもしているし、うんうんうん、お金も投資しているし、多分内部的にいろいろ使ってはいるはずで、うんうんうん、で、まあ、そういう意味で言うと2015年からまあ3年経ってこういう発表もあって、うんうん、これと直接つながっているかどうか全然わかんない、うんうん、今回のソフトバンクトヨタの発表って割とトヨタ側は若手の人たちが主導してたっていう話も出てたので、あ、なんかね、うん、ありましたね、うん、そこも含めて、うん、まあ、幅広くウォッチして使いつつも部分部分でこう選択していく中に、うん、まあ今まであまり表立って使ってこなかったオープンソースの、うん、しかもデータの部分っていうものが、うん、まあ、見え隠れしてるっていう現状と、まあ、Facebook も含めてリフトも含めて、うんうん、もう SOTM US の場でも日本の場でも、うんうん、まあ、これだけこうモビリティと地図の話が1週間で盛りだくさんお腹いっぱいできるようになってきたなみたいな、なってきてるのは、うん、いや、もう、まあ、トヨタに限らずですけど、やっぱりこうコミュニティをこう育てるじゃないですけど、こうまあね、何年頃からやってるかっていうバックグラウンド僕は完全に理解してないですけど、それでもやっぱ3年4年ぐらいそのちゃんと蓄積があって今に至っているので、なんかこう今結構1年2年で短期的な成果みたいな話になっちゃってるけど、もうちょっとなんか確かにこうロングスパンで見ていく、な今の、ね、例えばチェリンチューもそのタイルベクトルタイルの配信実験を始めてますけど、もうちょっとなんか長い目で見てあげるっていうのも大事かなという、うん、気がしますね。今最近なんか、はい、あ、そうですね、どういう動きがオートモーティブリナックスサミット、でもこれ2018年今年はそうです、ね、どんなやってて VMware の人とか Azure、トヨタ、富士通、うん、あとなんだろう、インテル、マツダ、そうですね、演奏鈴木、あんまりでもマップ系の人は最近はあんまり表に出てきてないんですかね。でもキュートがですね、ブロンズだけど、なるほど、キュートか、なるほど、でも、うんうん、うん、主催のコンピューターの存在感ってだいぶ変わってきましたからね。うん、大きな転換点みたいなのはどこにあったんですか。どうなんだろう、ちょっと今すぐには僕感知できないけれど、うん、
なるほど。まあでも一つはそのカーナビみたいな、その外付けの部分がどん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 ちっちゃくなっていって、もうスマホでいいじゃんっていうなったのと、ほぼ同時にその本体の方の制御のコンピューターがどん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 大きくなってる。なるほど。ふーんって感じですよね。まだまだふーんって感じですね。でもなんか Linux使うみたいなのがいつの間にか、 なんかオープンソース、オープンデータがもう当然の前提になってるんですよ、ね、きっとこういう世界でも。なんか Linux を使うべきか使うべきでないかみたいな議論って20年前にはもちろんあったし、多分例えばでも、ね、OSM も使うべきか使うべきでないかみたいな議論、日本ではまだやってるのかもしれないけれど、でもまあ当たり前だろうっていう感じになってくし、さっきの Facebook の話なんかもデータの部分ってもう一社で独占の話じゃないじゃないですか。だからその共有財として の、 あのデータベースみたいなものウェブに持っておいて、そこにみんなで貢献していこうっていうそのモデル自体はもうみんなあんまり疑わなくなってるんですよね、うんうんうん、ソフトバンクは地図どうするのかね。どうするのかね。孫さんのなんか1個か2個下ぐらいのその辺の CMO チーフマップおお新しい用語が出ましたね。でもその チーフシリーズでマップとかカルト、カートとかそういう役職が出るできるんですかね。すごいな、それは。それを早く作った企業が勝つみたいな。そうそうそう。でもね、スマホのそれこそアップルなんかも地図の機能を自分たちでずっと持ってるじゃないですか、ね、あそこ手放さなくてあんな金のかかることをよくやり続けるんですよね。うん、でそれと同じようにその地図を握るっていうこと の、 その意味、大きさみたいなものっていうのは全然驚いてない。一方で、なんか企業純粋な企業としてうまくいってる例多分まだないじゃないですか。ヒアなんかも、なんかみんなで苦しんで押し付けた末のヒアですよ。そうですね。なんかあっという間に、そういう話で終わっちゃいそうな感じですが。確かに。最後。あと、ね、モビリティの話で終われるのか。そうですね。もうまあでもね、それぐらい、なんか1時間語れるネタが増えたっていうのは大きいですよね。うん、まあ、それは伊藤さんが来てくれるからっていうのもあると思うんですけど。でもなんかね、僕もなんか地図やってたのに、いつの間にかモビリティに移っちゃいましたみたいな感じでありつつ、それでもなんかやっぱつかず離れですね、うんうんうん、世界は同じだよっていうあたりはすごいありがたいですね。うん、もうね、ちょっとでも。US はあれだな、フォローアップをちゃんとしとかないと。いやちょっとね、なんか別のスイッチが入りましたね。うん、SOTM の話聞いてやべえっていう。やべちょっとまあそういう意味で、あと、まあ、来週も授業あります。はい、あ、もちろん、はいね、あの10月は5週授業がございますので。もう本当に勉強ないし、もう毎週すいません、よろしくお願いします。なるかと。なので、まあ来週までにまた僕、はい、多分僕も SOTM、US の他の映像を見ながら、はい、なのと、あとこの1週間で、あの、まあ、割と僕らの分野だと防災系は今週末は、うん、防災国体、防災国体とか、そうですね、パンフレットいっぱい貼ってますけど、はいはいはい、東京都防災展とか、まあ、あちこちでイベントあるので、うちの研究室イベント5個ぐらい書きましたんですけど、やばいっていう状況なんですけど、やばいっすね、いずれにしても今週末は多分防災系の人たちはみんなあちこちに走り回ってると。今週後半は西日本なんですよ、はい、広島、大阪、岡山みたいな感じで巡業ですか。そうそう、ね、でどこまでシェアできる情報なのか分かんないんですけど、はい、広島で僕らあの公共交通の情報を集めて乗り換え案内に提供するみたいなことを今年 の、 豪雨の直後にやっていて、その辺の話をこう、はい、もうちょっと大きなプロジェクトにしていこうっていう感じであのミーティングをし始めてるので、でまあ実際もなんだろうな、 JR がなかなか動かなくてみたいな話をいろいろ実際にはあって、うん、その辺の話をこうどうどこからこうスイッチを押していこうかってことを話しますね。じゃあ書いておいてください。議事録に。議事録に。伊藤さんは今週末はなんか。今週末、あ、いやもうですね、先週末はアーバンデータチャレンジ石川でキックオフで、はい、それは防災減災かける IT で、うん、そう、自衛隊の方に来ていただいて、もう超レア級の話をたくさん、ですね、その方自体は今協力を取り付けるためのそのネゴシエーションの舞台なんですけど、その方自身はあの熊本と多分東日本大震災かな、うん、の、 あの直接現地の
あのオペレーションもされていた、まあ結構あれですね、シニアの方なんですけど、うん、いやもうすごいっすね。もうなんかいろいろあるので、じゃあもう次回でとかまた防災ネタの時に話しますけど、それとあそうですね、県の方と市の方もそれぞれ防災担当の方が来られて、やっぱりまあ課題は多いよねっていうところで、うん、どう情報でつなぐかみたいな話をちょっと始めたというところですね。でそれはこの土日だったんですけど、明日からそうだ福岡に、G 空間情報センターのセミナーを2日集中コースに、大友さんと一緒にやってくるというところと、あと今週の後半はちょっとあれですね、オープンデータ系で講演もするので、今準備をしているというところですね。はい、ネタがまたそうですね、そうですね。じゃあ来週は割と防災ネタがちょっと増えそうな感じと、伊藤さんの話と。で11月いつだっけ、ポスポージュ岡山は 何日かな、あれやりますね、岡山。あ、岡山、岡山ですね、岡山ですね、岡山ですよ。4日5日4、5なんで、僕なんかすぐ間違った3、4で入れちゃってるけど、4、5なんで、5はね、ここの授業がある。あ、そうそうそうあれ違ったかな、ちょっと待って間違ったことは言えないので、うん、確か4、5みたいな。あ、ですよね、マーキーだけ1日ずれた。ハンズオンが5日ですよね、確か。で4日5日ですね、そうですね、はい。僕ね、その前の日まであれなんですよ、デイズなんですよ。そうそうそう、なるほど、デイズ、おお柏ですね。そうそうそう、はい、あ、これは場所だ。デイズ終わったら岡山に移動すればいいですかね。岡山行けるかな、なるべく行きたいな、ね、行きたいんだけど、なんか最近月曜がこれで止めることが分かってるところに日曜を潰すと、なんか週のね真ん中ぐらいで休みたくなる。水曜日あたりはこの日スケジュール入れないので、あ、入れない、いいっすね。体が持たない。持たないです。あ、4号がそうですね。で、4が5号で。はい。ですので、はい。はい、4、でも岡山ね、行きたいですね。ちょっと岡山いろいろ縁があったので、ぜひ行こうと思います。そうですね。という。いや、こんな感じで。はい。まあもうイベントだらけですからね、もう毎週イベントアップデートするだけで多分30分ずつぐらい使うっていう。いやいやいや、でもまあ自分が主催じゃなければまだまだまだなんとか。おっと、まあ間違います。はい、ということで、はい、1時間ありましたので、また来週、また来週、また来週、よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。です、終了。よし。コアデーで話してほしいです。おう、だそうです。あ、はいはい。多分大丈夫です。終了。コアデーで喋ります。完了で。よいしょ。なんか今、ホスポージュのネットで。